次に、小熊慎二君。野熊君。日本維新の会の小熊慎二です。これまであの、あの、この委員会のほかでもいろいろ議論をしてまいりましたけれども、いわゆる、あの、線量について、今、災害対策本部、原子力災害対策本部の方で、防護基準についての検討を行っているところでありますけれども、えー、冒頭、 改めて、この占領基準に応じた防護措置についての詳細をお聞きいたします。原子力規制庁、森本次長。失礼いたしますあの。ご指摘の点は、3月の7日の復興推進会議、原子力災害対策本部合同会議で、原子力災害対策本部に、 線量水準に応じて講じるきめ細かな防護措置の具体化ということが決定されたというものでございます。でそれを受けまして、現在、原子力災害対策本部に属する関係省庁で、えー、検討を進めてございますで。具体的には、例えば防護措置というのは、例えばどのような健康面での対策、あるいは配慮が必要であるか、あるいはあの汚染の状況のできるだけ正確な把握、そういったもの、 例えばでございますけれども、そういったものが含まれると考えてございます。あの原子力規制委員会としては、その中で科学的・技術的な検知からの役割を十分を果たすということになってございますので、関係省庁と連携してしっかりやっていきたいと考えてございます。君ここの防護のの護基準ですすねれ、まあ、れとと連動してくくるるるももがいいいつかあ,あると思いますけれどわゆ、まあ 子ども被災者、それから支援法ですね。これまだ、あの、一定の基準の地域、その対象地域が示されていないわけでありますけれども、あの、果実の、えー、原子力特異の方でも、規制委員長にお聞きをいたしましたところ、あくまでも除染に関しては、20ミリ以下は生活を継続しながら、1ミリ以下を、年間1ミリ以下の、 目指していくという、そうした答弁もいただいたところで、えー、あります。今ほどありましたとおり、復興推進会議の原子力災害対策本部合同会合3月7日のところでですね、えー、これは経産大臣の発言なんですけれども、この基準によって、えー、客観的な占領水準、基準を出した結果、 除染もそれによって随分量など変わってくるという発言があるんですけれども、その田中委員長は、あくまでも一流除染は一ミリを目指しますと答弁いただいているんですね。三月七日のこの経産大臣の発言は、それとはちょっと違うような発言になっていますけれども、これはあの、あくまでも田中委員長の一ミリを目指すというところの方が正しくて、この防音基準が示された結果、占領 あの除染の量が変わるというのは間違った認識ということの確認でよろしいですか誰ですか,規制庁ですか原子力規制庁、森本、ああ議山本審議官。 今、委員のご指摘のとおりの,あのご理解でよろしいかというふうに考えておるところでございます。小熊君、これちょっと。大臣、これ、まあ、大臣のところ、復興大臣のところでやってるわけですけれども、ぜひですね、これは、その占領基準の見直しというふうに、今回、その防護基準の、えー、これ、検討がです、ね、受け取られているところが、世間一般でもあるわけでありますし、 これはしっかりとですねその1ミリを目指すと、除染については1ミリを目指すということは、何ら変わりはないということは、果実のその他の委員会でしたけれども、田中委員長がしっかりと明言をされておりますので、改めてえ復興大臣に、ここはあのそのとおりだという答弁をいただきつつ、そうであるならば、今回のこの検討の結果を踏まえて、 いわゆる支援法のお一定基準を決めていく、その対象地域を決めていくということになってるんですけれども、これはほぼイコールということで、この防護措置の数字がそのまんま支援法の対象地域になることではないという理解でもよろしいですか、この2点についてお願いします。根元復興大臣あの除染の基準についてては長期的な目標として 1>, 1ミリシーベルトというのを環境省に、まあ、まあ全体としてそう決めているわけですねで一方であの、線量20ミリシーベルト以下のところはあの帰,還帰還できますよとただその前提として除染もやりながらあるいはインフラ普及もやりながら帰還していただきましょうと、まあ、こういう考え方に立っているそれからあの防護措置との関係ではどの程度の 線量ならどのという防護措置が必要ですかその防護措置には除染も含まれるし、えー、きちんと線量をきちんとモニタリングするということも含まれるしあるいはガラスバッジで実行放射線量をきちんと把握すると、まあ、いろんな防護措置があると思いますでその意味であのどの程度の線量ならどういう防護措置が必要ですかと。 ということを今、規制委員会で検討しているということですから、まあ、我々あの支援地域の一定の基準の検討にあたってはこれは放射性物質の影響という専門的な内容を含むのでここは専門的、科学的、技術的観点からの検討が必要であると思っておりましてあのその防護措置を含める一定の基準についてもこれは参考として 専門的科学的、技術的観点から我々もこの対応を考えていきたいと思います小熊君、そうであるならば、ぜひこの3月7日のです、ね、経済大臣の認識というのは、あくまでこれ誤りでありますから、この防護基準をですよ示した結果、朝鮮のその、お 出てくる指定廃棄物の量が変わるという認識は間違いですあくまでも1ミリを目指して除染をしていくわけですから、減、ま、用、あ、化の結果、量が変わるという意見ならいいですけれども、この基準が変わることによって量が変わるというのはこれは誤解を生む認識でありますから、ぜひ大臣のほか、経済大臣には認識をしっかりとしていただくようお伝えいただきたいという,ふうに思います。でこのの支援法のこの対象地域、まあ、その科学的知見を持って しっかりと判断をしていくということであります。で、これ、あの、もう、支援法ができて一年以上経過して、基本方針も示されないということは、これはなかなか、あの、事私も立法に関わった人間としては、事実である思いでありますけれども、まあ、年内をめどに、これが、検討を示されて、えー、その結果、あこの法律を、基本方針を策定して、えー、指定対象地域も決まってくるというふうに思いますけれども、これは予算措置を伴うものでありますから、 これ年内といってもこの予算の編成作業の前にはです、ね、決まっていないとこの法律が動いていかないというふうふに思いますで、昨日も規制委員会と,ちょっとやり取りをさせていただきましたけれどもあの、この予算措置はやっぱり意識をしていますから、年内といえども早めにやっていくということで、えー、ありますので、ぜひです、ね、この予算措置の前にはしっかり決まっていくということの認識でいいですか。予算編成の その前には決めないと、これはだからあ反映されませんから、政策に。根われわれですね、この一定の基準については、国会の立法過程でもいろんな議論がありました、そして、えー、地域を分断するとか、あるいはどの程度の占領がいいのかとか、いろんな議論があるということは私も承知をしております、だからこの一定の基準については、放射性物質の影響という専門的な内容を含みますから。 ここはやはりきちんと、この部分については専門的、科学的、技術的観点からの検討が必要だということで、今、一方で検討しているということです。それからもう一つ、基本方針の中身は政策支援地域、これは20ミリシーベルト以下であって、一定の基準以上ということで、政策支援地域、そして具体的な政策も基本的な内容を基本方針に盛り込むと、こういう形ですよね。 ですから私は一定の基準がなかなか決められないので、政策が遅れるということがあってはいけないと、ですから私は大臣に就任してから、事務方も督促して、とにかく具体的な政策は前に進めろと、進めようということで、あの3月に政策パッケージを作りました、で例えば自主避難者のための高速道路を無料化をしてほしい、そういう要請ありましたよね。ですからあの ゴールデンウィークに間に合うように、高速道路の自主避難者の方の無料化措置も講じました、ですから、政策がゼロかといえば、実は政策は、今の段階で盛り込むべき政策は作って、しかもそれについては、それぞれの予算措置も講じられておりますので、政策はどんどん前に進めるという構えでやってきたということであります。 でいずれにしても一定の基準を含めてあの一定の基準についてはまあ早期にできるだけ早く結論を出して、えー、基本方針の策定に取り組んでまいりたいと思います。小沢君、その策定をこう予算編成に間に合いますか。まあ年内をめどにこのお基準の。お 検討すするるとこでではあるんですけど予算編成に間に合わなければ、だから、まあ、今、大臣と言ったでは今ゼロではないんです、支援はゼロではないんですけれども、残念ながら一方でやっぱりあの足りてない、まだまだその本筋が通っていないという、こうしたご意見もあるわけですから、あのこの基準、指定地域が示されない予算編成に間に合いますか、どうですか。根本大臣 例えば今取り組んでいる施策というのは施策ごとに地域があるんですね、対象地域が。でそれが重なって結果的に私は政策支援地域に、えー、政策が講じられていると思っておりますが、要は大事なのは拡充が必要なもの、それについては当然我々あの取り組んでいきますので、そこはあの同時並行的に進められるべきものだと考えております。必要な施策の拡充は当然、 取り組んででいいいきたいと思います委員長小君であるならば、この支援法が、えー、基本方針がその予算編成間に合わない、その指定対象地域もおそこまでの検討がなされないということであっても、またあのその春に出した支援パッケージをほかに予算、まあ、今言われたとおり拡充したり、新たなプラスアルファする支援政策が来年度の予算にはあ 反映できるよう今努力しているということの確認でよろしいですか、まあ、それもまあ間に合わなければそうやっていくしかないわけでありますけども、やっぱりそのこの支援法がしっかりと動いていくことを待っているです、ねえー、人たちからすれば、やっぱそれが本体が動かなければいけないということでありますから、そこは最大限の努力をしていただいてです、ねも、もちろん最悪の状態で間に合わなければ、今、大臣の言われたとおり、 政策でとにかく個別にしっかりやっていくということもこれ必要ですけど、もそれで逃れることなく、今日もあの先ほどの質疑でもありましたけれども、一部報道で担当官の,そのツイッターの問題もありました、こうしたことが出てしまえば、地域住民にとってはやっぱりこれ不信、やっぱりそうなのかと、この支援法が動いていかないのはそういうことなのかということをこれ広まってしまいましたから。 一年間もここで進んでいないこともやっぱりそういうことだったのかということになってしまいますからこれはまあ先ほどの答弁の中でもしっかり事実を把握するということですけどもこれはしっかりとですね復興庁全体でこうしたイメージも払拭していくっていうためにはこれはやっぱり行動で示していかなければならないわけですねそういう意味では早急なこの基本方針の策定そして指定対象地域をしっかりと 年内でと言っても早い段階でやっていただき、来年度の本予算にしっかりと反映できるよう、最大限の努力をしていただかなければ、今朝のこの報道が、これが一部の職員の行動であったとしても、これは復興庁全体がそうなんだろうというふうにうがった見方をされても仕方がないというのが現実だというふうに私は思いますので、ぜひそこは大臣、しっかりとリーダーシップを発揮して、 前に進めていいいたただきたいというふうに思いますで一方で,です、ね、あとこのまあ基準を決めた基準が指定対象地域が決まったときにです、ね、やっぱりその住民説明というのは非常に重要だというふうふに思っていますやっぱり1ミリという数字があって、除染も1ミリを進めている以上です、ね、もし仮にこの指定対象地域が1ミリじゃない数字が出てきたときにはやっぱり1ミリのところも指定 指定対象地域にしてくれという意見が出てくると思うんですね、科学的知見によってその基準を出したとしても、ですねそういう意味では、支援法の,この明確な指定対象地域を決めるときの,この地域住民説明、リスクコミュニケーションといったものに対してはどのように対応していきますか、しっかりとやっていかなきゃいけないと思うんです、1ミリという,もう数字が植えつけられていますから、1ミリじゃなくなる可能性もあるわけですよね。この 検討の結果によっては指定対象地域が、まあ、1ミリにしたらこれは大幅な大規模な地域になってしまいますから、それはそれでそれでもしそう決めたらそうやってほしいんですけれども、ここの恐れに対して、そうした推測されることに対して、大臣、どうされますか根本大臣。まず 1, 1ミリかどうか。 除染については現状普及という観点から1ミリシーベルト、それは長期的目標というのが1ミリシーベルトですよね、それからどの程度の染料が健康に影響があるのか、これはやっぱり専門的、科学的、国際的な知見、これも踏まえないといけない、我々、経験にどの程度の放射線量が健康に与える影響があるのかということですから、そこは私は政府としては十分にもろもろの判断を加えていかなければならない。 と思いますそれからあの政策支援地域については、そは一定の基準は一定の基準で、勘案材料ですけどあの、立法過程でもありましたよね、一定の基準も含めて総合的な判断をしていくべきだ、様々ありましたので、そこはよくよくわれわれ考えて対応していきたいと思います小熊君、まあ、こうやってしっかり今、冷静に取り組んでいるところでありますから、 今朝の新聞報道のことが事実であれば、これはまさにその被災者の感情を逆なですることでもありますし、こうした今、大臣がはじめ多くの職員、そして関係者が努力している行為をこれは泥を塗ったことになりますので、事実としてですね確認されたのであれば、これは私も立法に関わった議員として、これは厳重にですね これしあの処分をしていただかなければならないというふうに思いますけれども。大臣のお考えを改めてお聞きいたします。根本復興大臣。まあ、事実を確認して、適切に対応したいと思います。公安委員。まあ、対象の職員とは、あの、この支援法の。議員連盟の中でも、何度かお呼びをして。え、町長発信のやり取りをしてたときに。 まあやっぱりそういうことを言う人だろうなということも私もなんとなくこう感じておりまして、やっぱそうだったのかと。やっぱりそうしたことを先送りすることが問題の解決だなんて言わせることがですね、これは絶対あってはならないので、ぜひ事実確認ができたら厳正に処分をお願いをいたします。で、次に移ります。あの、東電のこの原発事故、まあ、果実も東電の方から廃炉に関わる この計画、前倒しをしていくということが出たわけでありますけれども、まあ、前倒しをするっても、やっぱり何十年というかかるです、ねえー、この厳しい作業工程の中で、やっぱり最終的に収束を迎えなければ、やっぱりその周辺地域の人たちというのは、これは先ほども福田委員もありました、こう帰る、帰らない、返す、返さないという。 こういろんな議論がありますけれども、空間線量、またその地域のそうしたあ除染が進む、またインフラ整備が進むといってもです、ね、最終的に収束が至ってない原発がある以上です、ね、やっぱりそこに安心、帰るという、そうした意思決定はなかなかしにくいというふうに思います。ままたこれはまだ まあ今冷温安定しているということではありますけれども、これは普通の原発施設たちが、事故の起きた原発施設でありますから、何かあったとき、何かあったときに、これは普通の原発事故とは違う、また深刻な状況もこれは想定をされるわけでありますから、最終的に、最終的にこの原発事故が収束するまではですね、 やっぱり一定の距離のところの地域というのはこれは返すということがあってはならないと思います、何かあったときに避難してもらわなきゃいけない深刻な事態が起きるということを想定するのであればこの収束をしていない原発施設の周辺地域に対する安全確保といったものはどういうふうに検討していますか。 原子力規制庁山本哲也審議官、はい、お答えいたしますまずあの福島第一原子力発電所の状況でございますが、委員ご指摘のとおり、現在も事故の,あの状態が続いているということでございますので、これの安定化をしっかり図っていくと。これはあの 私ども規制委員会としてしっかり法律に基づいてです、ね、対応していくというのがまず第一でございます、それから周辺地域につきましては、これは原子力災害対策指針の中で、福島第一の周辺の地域でどう扱っていくかということについては、これは大きな課題として今、挙げられているところでございます、これは福島第一の状況を踏まえながらです、ね、防災の在り方はどうあるべきかということを今、検討しているところでございますので、それを踏まえた適切な対応をしていきたいというふうふに考えているところでございます。二君今まあその 先ほども議論でありましたけれどもこの地域の町村によってはその復興計画も立てているところでありますから、まあ、今、検討って言いましたけどいつまででこれされさるんですか、ね、原子力規制庁山本審議官。 はい、お答えいたします。あの明確な事件間申しにくいところがございますけれども、えー、福島第一原子力発電所の今の状況を踏まえて、どういったリスクで、えー、そういうあの防災面での対応が必要かといった技術的な面の今検討を行っているところでございます。まあできだけ早期にあの行っていくべきだというふうに考えているところでございます。小野君。まあこれ今その損傷した炉心がですねどうなっている状況かわかんないという状況でもありますから、これはあの。 まあ科学的にしっかり客観的に判断するとはいえです、ね、やっぱりもうこれは感情的な問題ですけども、地域住民からすれば完全廃炉になるまでやっぱりそばに行けないというのがこれは住民感情ですよ、だるまは科学的知見もありますけども、もそうした地域住民の心理的なものも踏まえてです、ね、でやっぱりある一定距離、距離になるのか、うどういう形になるのかわかりませんけども。やっぱりいい その原発施設の周辺には帰れないんだ、これは危険な地帯なんだということは早めに言わないとこの町の復興計画にも大きく影響してくるところでありますで大臣、ちょっとお聞きしたいんですけどこれ今そのいろんなあの帰宅準備地域とかいろいろその線引きありますけれどももちろんこの今の答弁であったとおり収束していない原発施設の周辺はこの空間線量とかそうしたもの以外にもこれしっかり 安全を確保する、何かあったときのために、原発の,この収束していない原発の周辺地域は、またそうしたことも配慮に入れて、この線引きの見直しというのは考慮に入れて今いるということの認識でよろしいですか、大臣根本復興大臣。あのまず 区域を再編しました。区域再編については当然一定の考え方で、空間放射線量をベースに、その後、<laughs> 除染を進める、あるいは、えー、インフラ復帰を進めるということで、例えば、期間、期間準備区域という区域も設定をしております。で、あの、まず、今お話がありましたように、何,も何よりも、 原発事故の修正に向けた取り組みを安全確実に進めてで、周辺地域を含めて安全確保に万全を期す、これが私も大前提だと思います。で、今、えー、お話がありましたが、あの我々も期間を望む方々が安全性に不安を感じることのないように、関係省庁とこのような認識になって、えー、着実な対策を あの講じてもらいたいし、講じていいいきたいと思います小熊慎二君、そうであるならば、この完全収束に至っていない、もう本当に近いような地域に関しては、やっぱり長い、その最終的な収束まではです、ね、帰れない地域も出てくるということが想定されるという確認でよろしいですか。根本復興大臣 あのとちかく今、答弁をいたしましたが、きちんとした、まず原発事故の収束に向けた安全確実な取り組み、そして周辺地域を含めた安全確保に万全を期すと、私はこれが基本だと思います小川君。まあ安全確保は,では当たり前なんですけれども、その場合にしっかりとですね、しっかりとこの住民のまた、意識もありますけれども、 やっぱり今の作業の中でまたさらに大きな地震が来る津波が来るということもないだろうとは思いますけどそれはわからないわけですよね、これは。そしたら最悪の事態を考えて地域住民にまたこのような厄災が降りかからないようにしていくためにはやっぱりある一定の地域は収束するまでは帰れないんだということが出てくるということは容易に。 想像されますのでこれはあの早く示しをしないとその当該地域住民もまた当該町村も今後の復興期間に向けてはその人生選択また町村の選択ができないということでありますからこれはその安全を確保してきますちゃんとやってきますということで具体的にこれは早期に早急にこのエリアは何かあったときには大変になりますから 原発が完全収束するまでは、やっぱり帰宅はできませんよということを早めに示すということが重要だというふうに思いますので、ぜひそこは大臣、しっかりとです、ね、具体的にどうしていくのかというのは示し、早く示していただきたいというふうに思いますが、見解があればお願いします根本復興大臣まあそこはいいろんな考え方があると思います。 えー、あの住民の皆さんが、例えば基幹困難区域、こういう地域を中心に、将来にわたって帰れないとの意向を持っている住民も一定程度いらっしゃる、一方で、帰りたいと考えている住民の方々や、あるいはもう帰れないと考えている住民の方々、あるいは新しい生活を求めている方々もおられる。 でその意味では、このような地域のあり方については、さまざまな思いを抱く住民の方々がおられる、これをしっかりと念頭において、地元の方々と一緒になってあの、丁寧に検討を進めていきたいと思います小間君。表向きはいい答弁なんですけれども、残念ながら、住民の相違というのは、もうはれないというのは、もう大臣も分かっている通りですよ、いろんな意見がありますから、どれをとっても、 相違といいううふうにはならならですよね、まあ、返しますって言って帰りた人は返す、その意思を尊重したとも帰らないという人は、であればそこをもう規制を外して返すってなったら、ですね、まあ、その人はもうそこに帰らないというので、土地、家を売らなきゃいけないんですけど、買う人はいませんよね、帰るっつも100%帰るわけでもない、まあ、今、帰ってもいいってなっている河内村も半分ぐらいしか人が戻ってきてない、しかも高齢者ばっかりという。 そうしたことが想定をされますし、ほ、ま、か、あの質疑の中でも言いましたけれども、これ原発事故にかかわらず災害が起きたところは過疎化が加速しているという状況でもありますから、これはすかすかの町や村になって、えー、しまうということがこれも想定をされるところで、えー、あります、でこれはあの保証にも関わってきますけれども、返すとなったらそれは補しないわけですから、戻すわけですから。 でですからそこでも住民の意見はどっちに立つかによってそれは大きく変わるんですね、その間の意見、決断なんてうはできないわけでありますけれども、ただ大事なことは、大事なことは早めにこの地域をどうするのかということを決めないと人生選択ができないということであります、私個人的には、それはもう元の町や村に戻るということが、 これはあの理想ではありますけれども、これはなかなかそうはならないということであれば、営断を下してです、ね、しっかりその返す地域、返さない地域の、これ、明確にです、ね、その何年かかかれば帰れるけれども、その時間をかけることによって失われていく人生の時間もありますから、これは今の早い段階で、返す、返さないというのは、その地域あの、しっかり示していかなければ。 いいいいけないとういうふうに思いますで次の質問に移ります。あの今日のお昼過ぎに、参議院の方では、えー、ありますけれども、えー、野党7党お共同でですね、えー、いわゆる原子力規制委員会設置法のお改正案が提出をされます。これ参議院の方で提出をされて、 これはあの吊るされることなく、残り少ない国会の時間の中でしっかりと審議をして、可否を決めていただきたいというふうに考えているところでありますけれども、この設置法の改正についてですね、ちょっとあの具体的にお伺いをしていきたいというふうに思います。これはあの今の原発事故の収束に向けて最大の課題は、これはあの損傷した原子炉の管理と、 廃炉の道筋をしっかりとです、ね、道筋をつけて完全廃炉に至るそうした作業が円滑に進むよう定めていかなければならない、まあ、そうしたあ意味においてこの改正法を我々野党7党が提出したところでもあります、まあ、この間、この廃炉に向けて、えー、停電とかです、ね、また汚染水の問題でこれが情報がまた出してくるのが東電が遅れるこうしたこう不信感にある中で やはり国として廃炉に向けてのしっかりとした対具体的な対応を取っていくという意味では、この法案はぜひ成立をしていただきたいというふうに思っているところで、えー、あります。まあ、この廃炉ということが非常に重要な課題、この事故の起きた原発施設の廃炉が非常に重要な課題になっているところなんですけれども、現在における原子力規制委員会の設置法では、廃炉というものが明確に規定をされていません。 ですから、この設置法において、配慮を明確にです、ねえー、規定する、明記する必要があるというふうに思いますけれども、ご見解をおししいたします原子力規制庁山本審議官お答えいたします。この原子力規制委員会につきましては、あの先生ご指摘のとおり、この設置法に基づいて、原子力の安全に関する規制を一元的に担う機関として設置をされたものでございます。 それでご指摘のように、この現職の安全の中には、当然、廃炉も含まれるものとして、この廃炉については重要な規制課題というようなことで、現行法におきましても、原子炉の設置から廃止に至るまでの一貫した規制が行うできるものであるというふうに考えておりまして、それに基づいてしっかりとした安全規制を行っていくことが重要なあの任務だというふうに考えておるところでございます。小熊君 ま、これは我々の改正案ではしっかり明記をしていますので、まあ、今の趣旨をしっかりとそれを明文化したものになっていますから、まあ、否定されたものではないということで、しっかりとこれはやっていただきたいというふうに思います。また、あの、この現在の設置法の中では、審査会は原子炉安全専門審査会と、えー、核燃料安全専門審査会のみて、廃炉の安全性に特化した審査会が規定をされていません。 今ほど、復興大臣もこの廃炉に向けての安全性ということはあの言っては、姿勢を示してはいただいておりますけれども、やっぱりこれあの、具体的にです、ね、この原子力規制委員会設置法の中に、廃炉安全専門審査会を設置をしてです、ね、そうしたこの廃炉に向けての,この国の政策として、しっかりと実行していく、そういう姿勢を示す、またそういう仕組みを作るという意味でも、 この廃炉に関わるこの審査会を新設すべきだというふうに思いますけれども、御見解をお聞きいたします。原子力規制庁山本審議官。お答えいたします。あの、先ほど申し上げましたように、この廃炉に関しましては、先生御指摘の大変重要な課題でございますので、これについてはしっかり取り,取り組んでいくということが基本であろうというふうに考えております。 ただ、現行法におきましてもです、ね、あの委員ご指摘のように、この規制委員会には、原子炉安全、えー、原子炉安全専門審査会というものが設置することが規定されております。でこれは、原子炉の設置から廃炉に至るまでの一貫した規制を行う観点から、必要に応じて、この廃炉の安全性につきましても、調査、推移ができるものであるというふうに考えてございます。 し、まあ、しましてもこの廃炉に関してこういうい専門的な知見が必要となる場合についてはこういう外部識者の意見を聞くような形で進めていきたいというふうに考えております小熊君、まあこれまあ、やり方はいろいろあるとは思うんですけれどもやっぱりこの廃炉というのは非常に重要な案件でもありますので,これはあのでしかもこれなるべく早く完全廃炉原発事故の収束ということがこれ求められているわけでありますから。 やっぱりこの仕組みとしてもです、ね、この委員会の仕組みとしても、こうした審査会を設置するということの有効性は非常にあるというふうに思いますので、この設置をしっかりしていかなければならないというふうに思います。またあの、今、原子力規制委員会においては、今回のこの東電の事故の教訓を踏まえてです、ね、二度とやっぱこういうことがあってはならないというのは、もう当然のことであります。あの今後 この事故の収束に向けて最善の措置を積極的にですね、今やってないとは言いませんけれども、積極的に講じていくという、そうした姿勢を示すためにも、この規制委員会の,この設置法の中に、規制委員会としての,この責務をですね、しっかりと責任をの明確化していくという規定も入れるべきだというふうに思いますけれども、このことについて見解を求めます。原子力規制庁山本審議官。 答えいたしますまずあの福島第一原子力の事故につきましては、まずこの事故を起こした発電所の安定化、あるいは事故の収束、あるいは廃炉に至るまでの安全をしっかり確保するということは大変重要でございます、でこれにつきましては既に実行法の中で、つまり原子炉等規制法の中で、えー、福島第一原子力発電所を特定原子力施設に指定するなど、えー、その安全確保に関する取り組みについては、しっかりあの今、規制を行っているところでございます。 それからもう一つの福島第一原子力発電所事故の教訓につきましてもこれをしっかり生かしていくことは大変重要でございます事故の原因それから原子力事故により発生した被害の原因を究明するために調査を行うとこれがあの規制委員会の任務の所掌事務の一つとして明記されているところでございますのでこの福島の第一の技術的なまだ未解明の部分についてもしっかり調査検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます委員長小熊君 で、これで大臣にお聞きしたいんですけれども、今申し述べました、この、え、設置法の改正の内容は、今申しましたとおり、廃炉をしっかりと明記すること、また廃炉安全専門審査会を設置すること、原子力規制委員会の責務を明記していくことといったものを盛り込んで改正案を、このお昼に、参議院の方に提出をいたします。これはあの、本当に国会終盤ではありますけれども、 今国会の中でしっかりと審議をして、えー、採決まで、えー、成立することを我々は目指しますけれども、これ大臣、この改正案についてのお、まあ、ご見解があれば、お伺いいたします根本大臣。まあそれはこれからあの国会の場で議論されるということだと思いますので、その議論を中止していきたいと思います。小熊君 まあこれはその委員で決めることでありますけれども、ぜひ大臣の方もしっかりこれが委員会にかかった際には積極的に質疑に応じていただいて、えー、いただきたいということをお,お願いをいたします。で、次に移ります。あの、この原発事故以来、福島県内における医療というものの再生がこれ非常に困難を極めているところであります。 今現在の国においても基金を通して、福島県がやっていることではありますけれども、国が基金に予算を投じて、この医療再生に向けては、さまざまな施策が講じられているところでありますけれども、現段階で,です、ね、これ、27年度ぐらいまでしか見通しが立っていないんですね、予算措置が。 27年までにこうした今医療の崩壊から再生に向けて再生がなされるという時間としては足りないというふうな声を現場からもいただいています、医師不足の問題や看護師の不足、またその医療機関の不足といったもの、これはやっぱりあと数年でこれが元に戻るという状況ではない。 わけであります。ま、県の方の見解では国の方からの予算措置がなされなければ、そうした医療再生の支援というものも止まってしまうでしょうというような声も聞こえてきているところで、え、関係市町村においてはそこが非常に不安な状況にあるわけであります。そこであの、この医療支援制度、今現在はやっておりますけれども、この長期的な体制に今なっておりませんので、 そこでやはり私はこれは長期的に医療再生に向けて支援をしていくということがやっぱり明確に予算措置も含めて示していかなければならないというふうふに思いますけれどもご見解をお聞きいたします厚生労働省、神田審議官先生ご指摘の被災地におけます医療提供体制の復興につきましては、町づくりの構想などと合わせまして、復興後の地域の状況を想定しながら 地域の医療提供体制を再構築するという観点から進めることが必要だというふうに考えておりますあの厚生労働省としましては福島宮城岩手の3県におきましてそれぞれ市町村や地域の医療関係団体などの意見を踏まえながら将来の生活を見据えた医療 体制の構築にに復興にかかります医療の復興計画というものを策定していただいております、でこれにつきまして、現在、被災3県の地域医療再生基金に対しまして、1435億円の積み増しを行ってきているところでございます、でこの中におきましても、当面の対策として、今後、住民の期間に合わせた医療機関の診療の再開の支援ということのほかに、 例えば、相馬エリアにおきましては、震災前から不足していた脳卒中にかかります医療提供体制を整備するということから、南相馬市立総合病院脳卒中センターを整備するとか、あの、岩木エリアの三次休業を担います、いわき市立総合いわき協立病院の建て替え整備、えー、さらに、 地域の高齢化等に対応する在宅医療の提供体制を整備するための設備整備など、まあ、中長期の医療体制についても、この基金を用いまして、支援をしていくということにしているところでございます。でこの 地域療再設計につきましては、あ一般のお全国の都道府県におきましては25年度までということでございますけれども、被災産県については27年度までということで、あのー、期間についても一定の配慮をしているところでございますけれども、今後、その計画期間内にいい終了しない場合などにつきましては、事業のじ実情などを踏まえながら、弾力的に対応してまい、えー、りたいというふうに考えております。野熊君。 弾力的にということであれば、まあ、私がだから今、問題をしてきた27年度までではやっぱり足りないだろうと、それは再生にまだちょんについたばかりであって、この原発事故は収束していませんから、お得な事情、福島県内にありますし、そういう意味でやは長期の取り組みが求められてて、でそこが不安なんですね、今、27年度までで、今、弾力的なということであれば、しっかりと現状を踏まえて、 これはさらに延長していく、しっかりと再生がなされるまでは、まあ、極端な話、10年、20年でも、これ、支援をしていくという理解でよろしいですか、今の弾力的っていう言葉は。岡田審議官あの。現在の地域医療再生基金につきましては、これまで補正予算などで、えー、を活用しまして、えー、積み増しをしてきているところでございます。 ただ一方で、今、社会保障制度改革国民会議の中におきましても、地域におけます医療提供体制の整備について、基金などを設けて整備を進めていくという議論もされておりますので、補正予算を用いた地域医療再生基金の積み増しなのか、あるいは恒久的なそういった地域におけます医療 提供体制を整備する基金を用いるのか、まあ、そういうことも含めまして検討してまいりたいというふうに考えております小熊君。というも実行されればです、ね、支援体制がしっかり実行されれば現場としてはこれは重要な話になってきますから、しっかりその時間で区切るのではなくて、現状に合わせて、これはもちろん本当は地域で医療が自立していくということが前提ですの本当は支援がなくたってやっていけるんだということがなきゃいけないんですけれども、なかなか現実はそういう。 状況ではありりませんかからしっかり現状を踏まえて、また現場の声を聞いてです、ね、これはそのまたいろんな現場からの声もあったときには27年度で終わるということでもありませんよと、ちゃんとあの現状を踏まえて対応していきますというです、ね、この説明も今のうちからしていかないと非常に不安な中で今、医療再生に取り組んでいる関係者もおられますから、ぜひその今後の見通しですね、それは決めることは これは政府が決めて、国会で決めていくことではありますけれども、ぜひ関係省庁においては、その方向性ですね、可能性とか方向性もしっかりお示しをして、そうした関係者に不安が生じないようにしていただきたいというふうに思いますので、そうした現場の声を拾うときにも、そうした方向性については、しっかりと明確に説明をしていただきたいというふうに思いますが、その点についてお願いいたします。 神田審議官現在のところは、先ほど申し上げましたように、平成27年度までとしているところでございますけれども、地元の市町村、あるいは県の意見も十分伺いまして、地域の事業の実情などを踏まえて対応していきたいというふうに考えております小熊君。 ぜひよろししくお願いいたします次に移りますけれどもあの、これも他の委員会でちょっとやったんですが、これ、まあ、政府のことではないので、あ,のあれですけれども、その福島県内のお原発施設、これはの事故の起きたもの以外、全て、えー、福島県内の各政党は全てですね、あの廃炉にすべしと。 いうような意思を表明しているところでありまして、その地域の支部、組織と国の方の見解が違うということで、参議院選挙に向けていろいろ報道でもされていますけれども、この件について先日ですね、これは復興大臣ではなくては赤羽副大臣ではありましたけれども、やっぱり福島県の原発施設に関しては、 福島県民の,その考え、また気持ちというものも配慮をしなければならないという答弁もいただいたところでありまして、福島県のほかの原発施設の,その再稼働のスキームとは、また別に考えてもいいんじゃないのかといったら、それも否定するものではないという答弁もいただいたところであります。ただ現状では本当にこれ、前期配慮にするためには、今の法律では福島県の その県内にある原発施設を全規配慮するためには、そのための法律がありませんから、法改正が必要となってきます。でこれについても、赤羽大臣は否定するものではないということをおっしゃっていただきましたし、やっぱり福島県の原発施設に関しては、やっぱりこの地域の実情、また県民の感情といったものも、判断の材料にしなければならないといった趣旨の答弁もいただいているところであります。 そこで復興大臣にお聞きいたしますけれども、こうした福島県の、えー、県民のこうした意見、また今の現状を踏まえて、これ、前期廃炉に向けて、えー、法改正をするような、そうした具体的検討をする可能性があるのかどうか、えー、大臣にお聞きいたします。根本復興大臣 えー、その問題については基本的に経産省が所管ですから、私は具体的な答弁を差し控えたいと思いますが、ただあの、県民の皆さんの思いはよくわかりますよ、僕は私も地元におりましたから、ですから、そこは福島県の皆様の心情を考えると、他の原発と同列に考えることは難しいと、私も認識をしております。小君 これはの福島県自体が再生可能エネルギーで県を復興させていくんだという方針をもう打ち立てていますから、そういう意味では復興に関わる問題でもありますので、もちろん所管は経産大臣では、経産省ではありますけれども、やっぱり復興の、これは責任者は根本大臣でありますから、これはしっかりとですね、復興の中の位置づけとして、福島県の 原発の取り扱いについては逆にリーダーシップを発揮して経産省と連携しながら今、大臣おっしゃっていただいたとおり福島県のこの県民の気持ちをしっかりと汲み取って対応していっていただきたいというふうふに思いますしこの原発前期廃炉に向けてですね具体的なこれ復興大臣として この検討を入るよう、経産省に申し入れをしていただきたいというふうに思いますが、大臣はどうですか根復興大臣私は福島県のエネルギー政策については、自然エネルギー、そして再生可能エネルギー、思い切ったエネルギー対策が必要だと思います。で今の小熊委員のご指摘については、これは、この問題については、経産大臣が所管ですから。 そこの基本的考え方は、所管大臣に私は基本であると思っております小熊君、それ経産大臣が所管ではあるんですけれども、やっぱり復興に関わることですから、それ別にそんなた縦割りのようなことを言ってなくて。 復興に向けて、これは前期配慮が必要だからということはどんどん言っていいと思うんですよね。具体的作業はそれは経産省にやらせればいいんですけどついそこはもうちょっとですね、踏み込んでやっていかないから、まあ、一部報道であるとおり、ねじれてる、地方と国の中央の組織がねじれてるっていうふうに批判されてるわけですよ。そうしたことを払拭するために、しっかり大臣そこは、あの、遠慮しないで言ってったって別に、経産団長怒らないと思いますよ。地元の福島県民も、 喜ぶと思いますよ。ぜひそこはしっかりそんな逃げないでですね、の縦割りのような答弁しないでやっていただきたいというふうに思いますし、これも我が党でもしっかり検討してですね、あの各党に呼びかけしながら対応していくい,いきたいというふうに考えております。で次に移ります。先ほどもあの支援パッケージの話が出ましたで大臣からも高速道路を無料化の事案も出して。 いたただきましたでこれでまああの、それを利,利活用されている方もいらっしゃいますけれども、ここに来てです、ね、そのまあ、残念ながらこれあの、なくていい災害だったんですけれども、まあ、この災害によって絆が深まった、確認されたといった側面もありますけれども、一方で原発事故というのは、絆を逆に断ち切っていった災害でもあります。 まあそこをなんとかつないでいこうというのはこの高速道路の無料化だったというふうふに思いますけれども、またあの自主避難の方々の中の意見で,で、遠くに行かれた方は例えば福島県からずっと西の方に行かれた方は車で帰るということでもないんですね、新幹線を使ったり飛行機を使ったりということになってきていて、そこの支援がないんです、高速道路の無料化だけで、そうしたことを今後どう対応されて いくのか先ほどもこの,支援,その、えー、支援パッケージの拡充といったことも、えー、考えているということでありましたから、ちょっと細かな案件ではありますけれども、これはどういうふうに対応していきますか、しないということでもあるんでしょうけれども、こうしたことをどう捉えているか、大臣、よろしくお願いします。根本復興大臣あの高速道路の無料化については、えー まあ考え方としては、母子避難者等に対する高速道路無料化措置、さまざ、あ、まな要望がありました、えー、子どもを中心とした健康不安により、離れ離れに暮らしておられるご家族が再開されるために、要望が多いことから実現をいたしました、で現時点においては私もあの必要な施策は盛り込んで、さらに必要な施策は拡充をしたいと思っております。でいずれにしても、 放射線量が時間の経過とともに徐々に検証していく中で、どのような地域にどのぐらいの支援が必要か、あの今後とも自主避難者の要望把握や支援施策のフォローアップの引き続きを行いながら、えー、各施策を担当する関係省庁とも共に検討していきたいと思っております。小熊君 これ自主避難者の支援に関しては私自身もまだ整理はされていないんですけどが自主避難、これは,それは選択の自由ですからこれはあの批判するものでもないですけども一方で、しっかりと踏みとどまって街を再生させていく人たちもいる中でえ残念ながらあー避難をされているという現状もあってまあ私はその全てのお 自主避難者の対象とすべきは、まあ、健康調査とか、あの当時、当時事故が起きた当時、原発事故が起きた当時の福島県民、またこの子どもたちは健康調査とか、そうした健康に配慮したことは、これが福島県内にいても、 措置を講じていくべきだとは思いますけれども、必要以上の自主避難者の支援というのは、もう少し冷静に議論していかなければならないというふうに思っています。今もその高速道路を無料化をしたら、この新幹線代を出してくれ、飛行機代を出してくれという声が出てきているわけですよね。で、考えたら今大臣が言われたとおり、その家族の絆を保つためにその移動に関して補助をしたんだけど、それは車だけなんです。でご承知のとおり、北海道から沖縄まで 自主避難者は散らばっているわけですよ北海道から車で来れませんしね沖縄からも車で行けないわけですよ、まあ、西日本からも車で行けるけど何時間もかかるとしたらやっぱり公共その新幹線や飛行機を使うでもそこには補助が出ていない、これはあのそういう意味では平等になっていないというじゃあこれを平等性を発揮するために全てに支援をするかというとまたそれもどうなんだろうという議論になってくるわけで、えー、ありますから。 必要な拡充は必要ではありますけれども、やっぱりこれ、あの地震難に関しては、これは支援が必要な部分もありますが、私は今、明確に言えるのは、その健康調査といったものは、これはしっかり長期にわたって、当時福島県にいた人はやっていくべきだと思いますけれども、それ以外の部分は、ある意味では大丈夫なところだということになっているわけですよねその、そこから逃げている方で。 それは個人の見解ですから個人の科学的な,なんか情報を見て、えー、政府は大丈夫だ残っている人も大丈夫だと言っていながら本人はそれは大丈夫じゃないから逃げるというその個人の判断でもありますからそれはやはりどこかで線引きをしなければいけませんしあと、いつまでやるかという問題なんですねこれは子供の安全を考えてやっぱ逃げているわけですねで考えるとまあまあその高校卒業して大学どこかに行くというところまで 子供はやっぱり他のところで育てたいっていう意識になっているわけでしょうしたらその被災の時に生まれた子供が高校を卒業するまでって考えるとまあ今2年経過してますからあと1 6 7年間その家族が離れ離れっていうことが最長でも想定されるわけですねそうなってくるとそういう長い期間こうした支援を続けていくのかそのぐらいの想定をしているのかどうか改めてお聞きいたします 根元復興大臣あの自主避難者の方々に対する支援については放射線量に対する健康上の不安の解消がその大きな,大きな目的だと思います、まあ、そういう観点からさまざまな政策を講じておりますでこの政策をどう考えるかやはり真に支援を必要とされる方に適切な支援を行うということだと私はあの。 思いますで今あの何年何歳までやるかという話もありましたが一方で我々この福島県については除染も行って放射線量も下がっている期間今期間困難なところでも除染もやりながら放射線量も今低減していきますからその地域の再生に向けて一日も早く戻れるような一方で そういう地域政策もやっているわけですので、その辺の地域の復興状況、そ復興状況との兼ね合いの中で、私は考えていくべきことではないかと思います委員長小駒君まあそのそ、そうした方向性は私もいいと思いますけれども、自主避難者の中には、もう過敏に反応して逃げている人もいますから、多分こうなって、女性もあって、しっかりなってますよと言っても、 その理解はなかなか得られないと思いますけれども、今の大臣の言ったとおり、しっかりとです、ね、復興の状況に応じて自主避難に関しては過剰なこれ支援策をやっていくということは、逆に家族を離れ離れさせておく、長期の避難生活、福島の再生が図られないということですから、これはあのしっかりとそこは英断を決断するときはしてです、ねあの、だらだらと長く長期的にやっていくということは、必ずしも それは避難者にとっても福島県の再生にとってもいい方向ではないのではないかというふうに考えられますのでぜひそこはあの明確なこの態度で,です、ねえー、いつの日かはやっぱり打ち切っていかないとずっと続くような形になってしまいますからぜひそこはあの客観的に判断をしていただく瞬間が出てきてもしょうがないというふうに思っています。 ただ今の現状で言えば、自主避難者の要求は日増しに大きくなってきているところでありますから、それもしっかりと冷静に判断をして、支援策を決めていってほしいと思っています。私としては先ほど申しましたとおり、健康調査とか、そういった部分に関しては徹底的にやっていく、それは必要であるというふうに思いますけれども、それ以外の支援策は、やっぱりあんまり長く続くと、それに寄りかかって、それが当たり前になってしまいますから、それでは自立する県民ではなくなってきますので。 そこはしっかり、島県民もそんな甘えてやっている県民ではありませんから、自立してやっていける能力も人材も多くいるそういう県民でありますから、そういう方向に向かって整理をしていただきたいというふうに思っております、あのまあ、時間ないんですけど、最後にあの最終処分場に関しては、いろいろ努力をしているところでありますけれども、まずは中間貯蔵というのが今の政府の立場ではありますが、やっぱり中間貯蔵が、 これが最終処分場化してしまうんじゃないか高級化してしまうんじゃないかということが一番の懸念しているところでありますので、最終処分場、努力しているというのはそれは簡単に言えますから、でも具体的にいついつまでに決定をするんだという目標年次を、ですねそれはならないかもしれない、現実厳しい問題ですが、目標年次を設定すべきだと思いますけれども、ご見解をお伺いいたします。環境省奥西大臣官官房審議官 お答えいたします先生ご指摘のとおり中間貯蔵施設につきましては福島の除染の推進に必要不可欠な施設と考えておりますで現在除染した後の土壌が各地で大量に回復されている状態でありましてこのような状態を一刻も早く 解消したいということで、まずは中間貯蔵施設の設置に向けて、地元のご理解をやレアリを全力を尽くしてまいりたいというふうに考えている次第でございます。で最終処分場につきましては、これはあの非常に重要な問題であると承知しております。あの地元の意見、あのいろいろお考えもあると思います。そういった幅広い意見を聞きながら、あの今の段階ではじっくりと考えていきたいというふうに考えております。以上でございます。小熊君、この件についてはこれからも質疑させていただきますけれども、じっくりということは、絶対それはだめなんですよ。それはだめですよ。 れ改めていいたただきたい今後のまた違う機会で審議をしたいと思いますどうもありがとうございましたこの際、暫時休憩いたします。